お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。キヤキヤです。そして、もう二人なんで。二人です。ごめんごめんごめん。今日は二人です。ごめん。大変失礼しました。はい、ということで、はい。キヨキヨさんですね。いやなに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 いや、でも人気ですからね。そうなんです。嬉しい。そうなんです。嬉しい。ありがとうございます。マジで、僕とキヨキヨさんの、はい。動画の高評価というか、はいはいはい、評価がめちゃくちゃ高いんで、いやすごいありがたいことなんですよ。嬉しい。ありがとうございます。すいません。はい、ということで、今回はい、はですね、まあ、いつもまあ、キヨキヨさんになら、キーリツ。あー、出た！キヨキヨさんになら、なんとかしても勝てないですね。はいはい、よくあるやつね。今回ですね、キヨキヨさんになら、はい、まあ、ウルトラだけで勝てるんじゃないか説を。おー、なるほど。まあ、ウルトラには言うて強くないですか？そうなんです。そうなんです。まあ確かに。はい、まあ、余裕ですね。おおと、いやでも、逆に僕からすると、はい、ウルトラレアどういうカードがあるか分かってるんで、ああ、まあ確かに。結構対策しやすいっちゃしやすいですよね、それで言うと。そうですね。ああ、でもだから、そのメガナイトとか主軸とか、だからディガーで削ってくるとか大体あるんで、はい、そうですね、もうパターンは限られてる。そう、パターン限られてるんですよ。まあそれがね、結構肝なんじゃないかなと思いますけどね。ってことでね。はい。いきやすか。よし。もう僕は。え、あ、もう組んだんですね。早い。簡単ですね。お早み。しかも、まあ、新カードのラムライダーもね、いるんで。なるほどっすね。よし、僕は。キャビア、フォアグラ、ポン。あ、ありがとうございます。いきます、はい、お願いいたします。これで、OK。さあ。さあ、来た。余裕ですね。お願いします余裕多分。いや、僕はね、僕をね、誰だと思ってますか？起用か記憶ですよ。起用かですよ。起用か。起用かの称号を、あ、起用か。起用かって何なんですか？ワンチャン、あー、なるほどね。ワンチャン起用か、起用かラットにしてくださいよ。え？起用かファミリーを。いるんすか？逆に。いない、誰もいない。誰もいないっすか？誰もいないさ。あ、でも、だから、はい、逆にですけど、その、ロケット入ってないって分かってるんで、僕的にはね。まあ、確かに。ここ出さん方が良かったな、マジで。いやー。しかも、ザップすらも入ってない。いや、出さんくて全然良かったな。そう、スパーキーっすもんね。まあ、競技屋さんがスパーキー使うのは分かってるんでね。分かってるんで。いや、僕ね、スパーキー使ってないとなんかワクワクしないんすよね。え？わかります？そういうの。いや、わかんないっす。なんかワクワクするしないあるじゃないですか。やばい。あの、メガナイトとかですかね。うわあ、そっか、忘れてた。そうですね。そいつ、そういえばウルトラレア。こいつです。こいつです。そ、やる、やるなと、一旦やるな、うん、やるな、症候群。あ、いい、あれ、いいんじゃないこれ。まあ。言うて、こっからですね。こっから、いや、僕もっすけど。はいはい。いや、結構これ、今回ちょっと、説立証ならず選手権なんじゃないですか。いや。ならずもないよ、ヘブ隊。誰分かったかもしんない。え、ならず者傭兵部隊ご存知ですか？遊戯王とかじゃないですか？遊戯王やってました？ちょっとだけ。あ、いい話、いい話。よし。あ、オッケーオッケー。あ、うまい。いやー、馬ちゃん残るか。馬ちゃん。よし。あ、そういう感じ。延命していきますね。こういう感じ、さあこれは止められない、絶対止められない。まあ、いい感じですね、僕の方はもう。かなり。よし。あー、いいや、このスケルトン部隊がね、強いんだわな。いや、スキブマジで強くないですか？いや、ね、その、相手がザップとか呪文ない時のスケルトン部隊の。やばい。あー、見てるな！あれ？そういうことですね。あ、やべ、え、しかもやばいし。嘘、マジか。全然ダメじゃん。全然ダメじゃん。はいはいはい。まあみたいなのありますけども、もうね、こういっちゃう、もうこういっちゃうよね、もう男だと。もう見てるんだよな。見てるんだよな、僕の手札の動きを。いや、なんか全部バレてる気がする。そのラットさん絶対恋愛うまいっすよね。いや、全然なんすか。恋愛関係ないっすから。いやいや、あるっすよ。だからその相手の心読むじゃないですか、すぐ。いや、全く。いや、もうだからこれダメなんだって。全くそんなことしてないです。いやー、ちょっとどうすれば勝てんだろ、マジで。やばい。まあ、もう、2秒。え、どうすれば勝てんすか？いやー、もう。何したら、え？圧勝です。いや、分かった。僕ね、反省点がありまして。はい。いや、その、細かい系だったんですよ。あー、はい。今回ね。なるほど。細かいと、プリンセス先読みで出されてたんで、あー、確かに。かなり勝ちづらい状況ではありましたと。
なるほど。ああ、確かにそうですね。そうですよね。そうですね。まあ、次ですね。僕もだから変えますからね、2戦目。あら、あ、そっかそっかそっか。プリンセス入んない可能性もあると、なんだ。そうなりますね。そうなります。そしたらどうしよう。そしたらどうしよう。あ、もう、え、もういいみたいなのがありますね。え、もう完璧デッキできちゃいました。完璧です。勝っちゃいました、ね。あ、これいいな。これ結構嫌なんじゃないかな。え、これ結構絶対嫌なデッキ発見しちゃいましたね。落とすか。よし、これでいきます。いきます！ポチン、ポチン、マジで金持ち YouTuber。ずっとずっと歌ってるじゃないですか。ずっと歌っちゃうんですよ。あのヒカルさんの曲ね、うん。マジでずっと歌ってる。そう。やばいっすね。やばい。残る。だからそれすごいっすよね。その人の頭の中に、ああなるほど。そういう感じ。なるほど。そういう感じ。ラムライダーあるんだよな。あ、だからそのやつね。まあまあまあ。アイスイズ。アイスイズ。アイスイズどうすか。珍しいっすね。珍しいっすよね。やっぱり。エンターテインメントなんで、さすがです、はい、エンターテインメントなんで、やっぱいろんな出来使いのネタダメなんですよね。ええ、スパーキーですね。いやいや、そうじゃない。なんなら甘い先生。え、マジっすか。僕を誰だと思っているのか。これも虫ひよかさんですね。あ、あ、サクサク刺さっていく。やめて、痛い。よし、はい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 、あれ、あ、え、おーい、お、お、キング起動してない。そうなんですよ。今ユーノ勝手に死んだんですよ。どっか行っちゃいましたね。勝手に死んでほしい時に、ね、あー、ファイボファイボファイ、あ、ファイヤーボールの金ピカかっけえな。え、確かに確かに。そうなんですよ。実はこれ実はやっちゃってましたか。いよいしょ。いやもうね、もうミス化しているのっす。あ、やべ、まあ一発ですけど、この一発がからの、あー、ダメだな。大丈夫ですか、キョキョさん。僕もう余裕ですけど。いやいや、違うんすよ、違うんすよ。はいはいはい。あー、なんで分かったんすか。偶然っすよ。いや、しかもね、なんかなんとなくでやってた。そうそう、もうこれもう捨てだな。よし。いや、なんかね、そのね、違うんすよ、僕ね、スパーキーだとね、なんか勝てない気がしたんで、よいしょい、あえての他のデッキ使ったらですよ。使ったらですよね。マジンコっすか。なるほど。でもいいんじゃないですか。よし、あー、よし、そっか、スパーキー別に、そっか、ウルトラレアだ。そうです。僕何もルール違反してないですよ、全然。あー、いい防衛。あ、でもキングしても意味ねえのか。あー、なるほど。お、あー、なんでやねん。スパーキー鬼強くないですか。強いや、ちょっとなんで。なんでなんでってなんでってあんま出ないです。でもこれ嫌なはずなんですよね、実は。まあ嫌ですけど。いや、これ無理だな。ええー、嘘。どうしました。え、プリンセスになって。いや、違うんだよな。ちょっと待って。いや、まあ、なんか違うんだよな。キョキョさんではまだ叶いませんね。うるさい。ちょっと待って。よし、なんか違うんだよな。なんだろう、なんかね、違うんだよ。違うんすよ、先生レッドさん。何でしょう。違うんすよ、違うんすよ。なんかね、クラロワしてる気がしないんすよ。これクラロワです。ラッドさんとするとなんか僕が知らない世界なんすよ、ラッドさんとやると。マジで、いや、ほんとほんとほんと、視聴者さんね、やってみなさい、マジで。ラッドさんのヤバさ分かりますよ。同じゲームやってる。え、なんでだろう、なんでだろう。なんでだろう、本当になんでだろう。まあ、こういうことですよね。なんでだと思います。違うんすよ、なんか。なんかもう全部読まれてますし。未来分かるんですよ、僕。嘘ですけど。いや、ほんとそのレベル。嘘ですけど。いや、ほんとそのレベル。なんか、なんか出したら負けなんですよ、全部。出したら負け。エリクサー使うたび、うん、無駄になってくるんですよ。なんか本当に。そういう風な立ち回りをやっぱ心がけてるんで。やばい。え、それはもうどうし、なんなんすか、感覚なんすか。もうやりまくった感覚なんすか。やりまくった感覚と、まあ、あとは考えて、ちゃんと。だから、あとは、ラットさんの場合、いろんなデッキ使えるじゃないですか。はい。なんで、なんかその、これやられたら嫌だな、みたいな。まあまあ、それはもう、
もう最低限必要なことと言いますか。うわ、でそれで言うと僕逆にスパーキーしか使ってないんで、はい、逆に相手がジャイスパ使ってくると、あ、これやられたら嫌だなっていうのが分かるんで、そしたらもう結構ドヤ顔できるんですよ。結構余裕までいかないですけど、いい立ち回りができたりするんですよ。そうですね。そうだからそこなんでしょうね。まあ、いろんなデッキ使えるようになると、最低限もう、あ、これやれたら嫌だもうって、なんでもなんでももう、なんかもうショック、なかなか動画撮るとショックなんですよね。ごめんなさい。いや違う、そういうことじゃん。もういいマジか、ちょっと面白いですね、マジで。いや、クラロはすごい奥が深いですね。深すぎる。まあ、締めですね。ラッドさんね。ということで、いや、もう今回圧勝でしたね。いや、圧勝でしたね。圧敗、圧敗でしたね。圧敗。いや、モテるんですか、やっぱり。このいや、こんだけやったらモテるくないですか。マジで全くです。その知り合いの女性にクラロワやってる人いないですか。いないです、いないです。あ、なんか初め、はい、その見たから、入れてみたけど、なんかやって一瞬で消えちゃった。ああ、まあなるほどっすね。とかはあり、聞きますけど。ああ、はいはい、あ、一回やってみたよみたいには言われるみたいな、はい、けども、もう、あ、もうやってないみたいな。いや、まあね、でもそれで別に僕の友達マジやってないですね。女性は、女性やってないですね、うん、男性は結構やってる人多いです。絶対キョウキョウさんの方がモテますから。いや、まあ、これ可愛い、こんなことするの可愛い。この猫さんはマジで好きなんですよ。こういうとこです、ね、いや違う、いや、逆に、いや、だって彼女いるじゃないですか。はい。まあその話はね、置いといて。どうですか、長くなっちゃう。ちょっと雑談しますね。そしたらこの動画ですか。この動画でやっちゃいますか。だって雑談コーナーですね。なんでも、いや、でもラットさん分かるっす、かっけえすもんだって。全然ですよ。だって僕チンパンっすもん。フッチンパン。僕もっす。一緒っす。一緒っす。ラットさんはチンパンじゃないっすよ。なんならちょっと俳優感あるじゃん。いや、全くないっすから。かっけえ感。全くないっす。全くないっす。かっけえっすよ。いや、ほんとかっけえっすよ。いや、それはキョウキョウさんです。ラットはかっこいいんすよ。全然。僕だって見て。僕見ます。いや、かっこいい、かっこいい。全然全くっすか。なんだろうな、もう性格がひん曲がってんのかな。でも僕、そうか、先生、もうすごい人。いや、違う、そういうことじゃない。僕、うん、あのね、言ってもね、ちょっとは性格いいと思ってんすよ、自分のこと。いや、もう、やばいっすよ。もう、良すぎですよ。本当にやばいっすから。いや、違う。調子さん、知らないかもしんないっすけど、もう、いい人すぎて。ちょっとは思ってんすよ。ちょっとは。ね、性格の問題じゃないな、とか思うんすよ。女性の人、来てるっすからね。来てる。もう、絶対、かけていくの、裏で。キュウキュウさんのこと大好きなんですけど、キュウキュウさんのとか、もう、鍵でめちゃくちゃ言われてますから。そうやってほしいな。僕はやだな。何すかこれ。やだなっていう動画ないっすね。すいません、雑談してしまいました。ということでね、本日コラボさせていただいたキョウキョウさんのね、チャンネルリンク貼っておくんで、チャンネル登録よろしくお願いします。彼女も募集してます。ぜひ。キョウキョウさんの動画でも、あの、僕とのコラボ動画上がってるんで、ぜひそちらも見ていただければいいなと思います。お願いします。ということで、応援したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。